駅構内河川が直接釣りかしきとなっているのがわかる。墨田駅は、和歌山県橋本市墨田町芋生にある、西日本旅客鉄道和歌山線の駅である。相対式2面2線のホームを持つ行き違い可能な、地上駅。和歌山線の電化時に無人化された、無人駅である。上りホーム側に駅舎があり、下りホームへは、湖泉橋で連絡している。駅舎内には、 簡易型の自動券売機があり、これまで大人650円区間の乗車券しか購入できなかったが、2011年3月1日よりオレンジカード利用が可能なタッチパネル型の新型券売機に取り替えられた。トイレは男女共用組取式である。駅舎と下りホーム待合室には落書き防止のため、橋本駅長の依頼を受け2011年4月29日から、 沿線の墨田中学校美術部員により、イメージキャラクターや地元の風景などの絵が描かれ、同年12月27日に完成式典が開催された。1日の平均乗車人員は以下の通りである。駅前に若干商店はあるものの、大きな商店は北に離れて並行する国道24号沿いの方に並んでいる。南海林間、バス、橋本市。 コミュニティバス鉄道商家にも当駅が歌われているが、五条を優れば、墨田より、には、墨田と金が振ってあり、まさしく読むと自足らずになるので大和田武樹自身が、孤独したものと思われる。ありがとうございます。